どうもこんばんは、笹野です。ディスカスが一匹しかいなくてなんだか寂しい時あるじゃないですか。はいありますよね、そういう時もね。じゃあそんな時にはこちらのお魚さんでね、対処しましょうか。レッドスポットブルーディスカスというわけで買っちゃいました、やっぱりディスカスをね。でもう一匹レッドスポットブルーディスカス2匹ね、ちょっと今回購入しました。同じぐらいのサイズがねいいと思うんで、ポンタと同じサイズのやつをねちょっと選んで買ってきました。じゃあね、早速この2匹をね水合わせして入れていきたいかと思います。もう超近くにまで来てますけどね、大丈夫かな、喧嘩しないかな。はい、多頭数っていうか、やっぱりいっぱいいるといいというのはね言ってましたが、まあとりあえず温度合わせしたいと思います。かわいいですね、早速ポンタがね近づいてきましたけどね。ちょっと左の子がねもしかしたらちょっとちっちゃかったかもしれないですね。うん、綺麗ですね。ちょっと早く見たいですね、入ったところがね。かわいいですね、2匹ともね。じゃあね、1匹にはなっちゃうんですけど、点滴法で時間をかけてゆっくりねやっていきたいと思います。今、2匹目のディスカスを水合わせしてます。袋の中で水合わせした方が後々都合がいいんで、ちょっと袋のまま水合わせしてます。1匹はねもう入りましたよ、後でまとめて撮影したいと思います。というわけで無事3匹合流しましたね。なんか当初考えてた大丈夫かな、付き合うかなっていうのは特になさそうですね。このポンタがねやたらでかいんでやっぱりねでかさが規格が合ってないですね。この2匹がやたらちっちゃかったです。でも特に意地悪することもなく優雅に泳いでますね。まだちょっと隠れてますけど、まあ優雅ですね、いいですね。あと何匹か入れられるかな。60センチじゃもう限界なのかな。あとはね結構成長待ちになっちゃうんですけど、メイン水槽にいるねちびっこディスカスをね時期が来たら入れられるといいですね。はい、じゃあね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。若干今つっついてたな。